最後になんか一個聞こうかな。恋関係ちょっと見てほしいかもしれないです。うん、恋関係気になります。お友達とのこと。友達がある種あんまりいないので、うんうん、今後友達が増えるかどうか。はい、あ、すごい可愛い質問。あ、すいません。キシャちゃんはお友達欲しいの？あ、欲しいです。欲しいか。欲しいのと、うん、あ、どうしたらこれうまくやっていける、こう仲良くなれるのかなみたいなのはありますね。うんうんうん、はい、先生とね、今ね、こう配信だから頑張って喋ってるけど、割と対人面はあんまり自信ないからね。わあ、おお、いいよ。あれ、本当だ。いいいい。あ、すごいいいよ。お、あれれれれ。うん、親友できる。数は多くないんだけど、うんうんうん、すごくね、ずっと、もうずっと大切に思い合える、うんうん、お友達ができるよ。ええー。お友達関係のことでモヤモヤ悩んでたの？友達でなんかできるかな、うん、みたいな。先生、あ、それあれあれ、アドバイス聞こう。あ、いやいや、それはとんでもないものが見える。あれ、なるほど、お友達は増える、はい、深く付き合える、うん、お友達が増えるよっていうのが出てるんだよね、うん、はい、うん、最後これなんだろう、これはあの塔、靴に落ちてる塔、塔ですね。そうだね、うん、塔のカードが最終的に出ているから、はい、喧嘩別れとかにならないように気をつけてねっていうので、はい、アドバイス引いたらこれ、あ、棒のよ、仲良しだ。そうそう、仲良しなので、はい、お友達と喧嘩しちゃった場合、うん、ちゃんと向き合おうね。あ、向き合うことが大事、うん、そう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 、うん、ちゃんとお話しして、うんうん、ごめんねとか、うん、こういうとこ直していこうねみたいな。あ、なるほど、うんうん、するとすごいハッピーだよ、うんうん、じゃあ喧嘩してもちゃんと仲直りすれば大丈夫ってことですね、うん、そうそう、一生涯のお友達みたいな感じで。あ、嬉しいな。そう、これはすごいいいよね。ルシアはこのままでいいんですかね、このままの調子で、うん、ヤッホーみたいな、うん、うんうん、そのままがいいよ。確かになんか作った自分よりもこのままで仲良くしてくれた方が嬉しいですよね。そうそうそう、そのままの自分で仲良くなれたんだったらずっとそのままでいいけど、うん、確かに確かに、うん、作ってるとずっと作ったルシアちゃんは嫌だよね。嫌です。うん、そのままでいこう。ゆうえい。